はい、いつもご視聴ありがとうございます。車の話題でございます。本日は3月26日の今ですね、午前の5時1分ですね。かなり早い時間に駅に来ております。まだね、あまり人はいませんね、駅には。私は今 JR 東日本の南柏駅に来ておりますけれども、はい、これからですね、5時20分発の代々木上原駅に向かって東京駅に行きます。で、本日はですね、何をするかと言いますと、そうですね、5年ぶりぐらいに、新幹線に乗りたいと思います。新幹線に乗りましてですね、一路西へ向かってですね、旅をしたいと思います。まあ、今日の企画もお分かりの方いると思いますけれども、日本一周全国都道府県庁舎を巡る旅3日目ということでやっていきたいと思います。それではですね、最後までご視聴いただけるとありがたいですので、よろしくお願いいたします。あと15分。お問い合わせは側面のインターホンをご利用ください。インターホン電車案内板の下に今ですね、常磐線の西日暮里駅、から今山手線のホームに、来ました。これでね、直接東京駅に向かいたいと思います。それでは東京駅に向かいましょう。山手線も久々に乗車します。ご乗車ありがとうございます。はい、私がですね、今日の列車は、下から2つ目ですね、のぞみ午後6時33分博多駅になります。19番線からですね、はい、これに乗ってですね、今日は京都へ向かいます。それではね、新幹線の乗り口へ向かいましょう。はい、定刻通りですね、のぞみ午後博多駅出発いたしました。久々の新幹線旅行なので非常にテンションが上がっております。ただね、雨が降っているのでね、ちょっとね、残念ですけどもね。
次はですね、京都駅から新快速に乗ります。本当だったらね、今こう乗ってきた、のぞみ5号博多駅を見送りたいんですけどもね、私は次の新快速に乗り換えなければならないので、このまま6番線、京都駅6番線の新快速の駅にホームに向かいたいと思います。1つ目の停車駅高槻で降りました。ここは高槻ですね。初めて降りました、高槻っていう駅でね。なんか見ると新快速だらけっていう感じがしますけどね。いやー雨だな。ここで実はですね、ちょっとですね、お友達に会えるので非常に楽しみにしてます。いるかな。一応時間はね正確に来てるんですけどもね。はい、今日はですね、私はですね、先ほども お伝えしましたけども京都を来てるんですけども、実はですね、私の仕事の同僚なんですけども、今回初めて会う同僚の車に乗ってですね、京都の街を案内してもらって、これからいろいろ大阪の方にも行って美味しいものを食おうと思ってるんですけども、それでは早速ね、お友達を紹介したいと思います。 Hey Caleb! おー、こんにちは。はい、どうも、 How are you? どうも、今日はありがとうね。いえ、こちらこそ。ね、非常にね、家とんでもない、よかった、ね、高槻の駅で朝拾ってもらってから、はい、ずっとね、彼が車を運転してもらってですね、今ね、私今京都の真ん中にいるんですけどね、これからまた大阪の街に出て美味しいものをね食べに行きたいと思いますんで、でケイレブはねちゃんとね自分の YouTube チャンネルやってるので、後で、私のねコメント欄、概要欄にケイレブのチャンネルのリンク貼っときますので、皆さんプリーズチェック、お願いします。よろしくお願いします。日本語うまいんだよケイレブは。まだまだですまだ若い。ケイレブいくつだっけ。25歳です。はい、僕62歳です僕の娘と同じ年ですからねはい、じゃあそれでは今日一日よろしくお願いします。ありがとうございます。日本語うまいなはい、ですね、今私はね京都駅からですね、だいたい車で、私今日はね実はね、お友達の車、ライズで来てるんですけれども、だいたいね15分ぐらいのとこですね。もう京都駅からと言ってますんで、3日目、最初のですね、3日目、最初の府庁舎は、大阪府庁ということになりますね。はい、ここら辺がね、大阪の府の、大阪、ごめんなさい、大阪府じゃないですね、京都府庁ということになりますね。はい、なかなかですね、横浜といいですね、京都府といいですね、全然ちょっと雰囲気が違いますよね。なんか歴史的重さを感じるというんでしょうかね、非常にですね、趣がある感じがいたしますね。そんなにね、ご大層なビルが建っているわけではないんですけれども、非常にですね、歴史的な感じがする京都府庁舎でございます。
まあ雨の京都になりましたけれどもね、非常に趣がある街ですね京都。朝6時半に東京を出て、今時間が10時半ですか。ご覧ください、これが京都府庁でございます。正面ですね。今日はまあお休みの日なので空いてませんけどもね。まあすごいですね京都府庁。ちょっとね見てみましょうか。ここはちゃんと分かりやすい感じで京都府庁と書いてありますね。はいはい、これがですね3日目最初の府庁舎、京都府庁でございます。はい、素晴らしい。なんか国会議事堂というか東京駅というかね、そういう歴史的なものを感じるね、建物でございました。本日は、府庁休みということでね、中には入れませんけれども、3日目、1つ目の、都道府県庁舎の、旅は府庁、京都府庁ということになります。はい、3日目都道府県庁舎、訪問の日本一周訪問の旅ですね。3日目2軒目京都府庁に続いて、今あっちに見えるのはねお城なんですよ。このねお城の真ん前にあるですね、庁舎に来ました。あのお城ね、多分どこだかもう皆さん想像に難くないと思いますけれども、私がですね来たところはですね大阪府庁なんですが、今ですねこの工事でですね、なんと今ねなんか別なところにきっと機能を移してんのかな。ちょっとね今全貌が見えないんですよね。来庁の皆様、こちら敷地内、今終日禁煙、あでもここ府庁なんですよ。ここ今あそこの信号にね大阪府庁前って書いてありますよね。はい、で私が今日訪れたのは、第3日目の 2個目の、県府庁庁舎、大阪府庁庁舎ですね。さあ行くぞ。おう。はい、ですね、大阪府庁の後にはここに来ました。東京タワーがありました。違う、東京タワーじゃない、通天閣がありましたね。はい、ずっとねなんか日立って上の方に書いてあるけど、昔から日立ですよね。はい、初めて、人生初通天閣。場所なんていうんですか、安倍野区ですか。はい、大阪市安倍野区にあるそうです。で通天閣がある地域は何て言うんですかね。通天閣がある地域は何て言うんですか。地域、新世界とか。新世界、新世界、新世界というそうですね。全くねおのぼりさんなんで通天閣高え、東京タワーの方が高え、スカイツリーの方が高え。はい、これ通天閣です。すぐ大きくの話しするなんか人が結構いますね。なかなか今日はね、充実した一日を過ごしてますけどね。これがかの有名な通天閣ですね。はい、今ですね、この通天閣、新世界の、通りをですね、歩いてますけれども、まあ、強いて言えばですね、まあ、東京で言えばアメ横、御徒町の裏通りに入ったっていう感じかなっていう雰囲気ですよね。まあ、ちょっとね正確には同じじゃないんだけど、ちょっとアメ横っていう感じだよね。ただここはですねテレビとか映画でしか見たことのない世界なので、非常に今ねこの通天閣界隈をね生で見えて感激はしております。なんか派手なとこだな。わからん、いや本当、口かつなんか口かつ屋さん多いよね。めっちゃ口かつ
もう全部一緒に見えるわ。そうやな、ほんまに。しかしね、派手だね。お派手です。派手だね。あの組合に入ってないんじゃない？10年ぶり行ってこられるかな。結構ね、雨が降ってるんですけれども、そんな雨のことを気にしないでね、人の出がね大きいね。あ、これがここで来たことあるんです。あ、ここで来たことある。なるほど。これもお寿司屋。これがオリジナルですか？オリジナル。これはビリケンさんですね。暑いわ。はい、今日はですね、京都府庁を撮影した後に天下一品のラーメンを食べに来ております。実はもうここは大阪府に入っておりますのでね、後ほどまた別の庁舎を撮影に行きたいと思います。いただきます。